こんにちは、今日はね、これ軽くね、雨が降ってなかったんで出てきたんですけど、まあ散歩にちょっと軽くパラパラっと来ましたね。これまずいかもわからん。まあ頑張って早く歩いて帰りたいと思います。ウォーキングしてね。今日もアクティブディライティングはオンです。今日はあれやな、あんまり雨が降らないようでもバーッと来たりするけど、なかなかこう安定せんわな。ムクゲの花とかね、アジサイとか、まあ、いろんなものが咲いてますね今。本当は、今日ちょっと紀島の方へ行って、そこから高知の方へ抜けるね、林道を行こうかという話だったんですけど、株でね、ハンター株とクロス株、まあ、2台で行こうかという話だったんですけど、ちょっといろいろ天候もね、今ここは降っていませんけど、山の方は分からないし、全然こう天気が読めない感じなんで、今回はそこ行くことはなしになりました。またね、でもそこはいつか近いうちに行きたいなと思っています。また調整して楽しみにしてますけどね。今日の大山木の花の様子はどんな感じですかね。まあ、急いで行ってみます。楽しみです。今日もいい感じやね、この土手の下の。ワンちゃんを連れて散歩に来てたりしてますね。さあ、今日の大山木はどうでしょうか。もうだいぶね、花も終わりになってきたかな。もういつものようにここはもう完全に終わりましたが、ここにね一つ、もうでもこれも終わりっていうかあれやね、それに対してここに一つこれから咲くのがありますね。ただしもうここの大山木はもうだいぶ終わりましたね。本当に上の方はちょっと、あ、ここにもあるか、ここにもまだこれからのつぼみがありましたね。何本かありますけど、もうそろそろ終わりですね。公園まで歩いてきました。ちょっとこう今日は焦り気味でタタッとこう歩いてきたんですけどね、あまりのんびりしないでね、早足でやってきました。ちょっと今日はね、バイクに乗らんとちょっと家のことをしたりしてのんびりしています。ただまあ天気良かったらそれこそね、淡路島のちょっとこうね、
喫茶店でも行ったら楽しいかなという気はあるんですけどね、なかなかね、まだ行ったら調子悪いかな、船がまだよく分かりませんが、はい、そんなとこです。今日も歩いてきました。 3.92 キロ、ステップ数6672歩、そして血中酸素 92% ですね。はい、まあこんな調子でこれからもちょっと体鍛えてね、頑張っていきたいと思います。それではまた失礼します。